ラ・マラ・ロドリゲスは、スペインのヘレス・デ・ラ・フロンテーラ出身のヒップホップシンガー。スペインのフラメンコとヒップホップを融合。彼女の歌詞は主に不老者や女性の社会的な問題について含んでいる。4歳の時、セビリアに移住し、マドリードに19歳の時移住。1998年、1999年頃から、スペインのヒップホップシーンに登場。 セビリアのシンガーグループ SFDK とコラボレーションを行った。この時期から彼女の音楽はラフかつハードコアさを増していった。彼女の曲はいくつかのスペイン語の映画などにも使われている。ルチア・はイ・エル・セックス、ヨープタや、メキシコ映画 Y、ツママ・トンビン、フランス映画、エル・オーベルジュ・エスパニョールなどがある。その他、ビデオゲーム内のいくつかの歌も彼女が担当した。 最近ヒットしたポルラノーチェもスペイン映画よそいらアニで使用された。2007年に入ってから人気レギトンデオのカーゼ13とも共演。マラ・ロドリゲスは今年3枚目のアルバムマチエーテ・ミュージックをリリース。この CD にはテゴ・カルデロンとの共演曲も含まれている。ありがとうございます。